オタロウ坂の上の雲第5巻水死影2コンドラチェンコはほとんど不眠不休で防戦指揮をした旅順要塞の強さはベトンの強さでなく ココンンドラチェンコの強さであると言われた乃木がまだ永久保塁に対する強襲方式を続けていた時などコンドラチェンコは交通号を伝って各保塁を激励して回り一類が奪われそうになるとすぐ予備隊を注入してこれを撃退した彼はその担当方面において一類も奪われることなくついに 野木軍の高地攻撃を迎えたのであるこの戦闘ではコンドラチェンコは前線に近い北太陽光に式場を置き自分の戦線を完全に掌握し破れ目ができるとすかさず予備隊を送りそれらが全滅してついに兵がなくなると水兵部隊の応援を終えこれを激励しては前線へ送りさらには病院勤務兵まで引っ張り出して予備隊にした。 戦闘の最後の段階では、コンドラチェンコの手元には、副官だけが残って、一兵もなくなった。203コーチを失った後、ロシア軍の防御体制は大きく崩れ、士気も疎走したが、しかし、コンドラチェンコの闘志だけは少しも衰えず、むしろこのことが、もともと繊維の薄いフォーク少将などの200回になってきたような様子が見られる。 203コーチが12月5日に落ちた後、7日、ステッセルは、旅順の要塞司令部において作戦会議を開いた。当然ながら、今後どうするかということが主題である。防戦はこれからです。と、コンドラチェンコは、賃貸した会議の空気を叩き壊すような動きで言った。その理由は、203コーチが落ちて、このため、旅順市街と旅順港内に日本の砲弾が とめどなく落ち始めたとはいえ堀井の大部分はなお生きているこれを再編成するだけのことだと力説した彼の言うところでは二百三高地を取られたためもはや鳩湾付近の陣地に兵を置いておく必要はないこの方面の守備隊をテ鉄山に退却させここの防御を強固に編成しこのテ鉄山をもって本防御船左翼の拠点たらしめます とということであったフォーク少将は驚いた「漏鉄山などは要塞の最高峰で背後は海である」「最後は漏鉄山で防ぐという思想がここで成立するということは最後の一兵まで戦うということでありそれどころかおそらく漏鉄山防御に至るまでの間に今現在の兵力の3分の2は失うべくあるいは ステッセルも自分も生存は不可能かもしれない。フォークはそう思い。君の案は結構だが、兵はどこにいる戦うべき兵の大半は病院にしかいないではないかと言った。大半というのは大げさである。今現在、旅順の各病院は傷病兵であふれていたが、それでも正確な数字は6,276人であった。コンドラチェンコはその数字を上げ、 これら患者の栄養を良好にしてその回復を早め、逐次、戦線に復帰させます。さらに艦隊はこのままではことごとく沈みましょう。その人員を陸上防衛に回しますと主張した。この作戦会議の最中も日本の砲弾は市外に落ち続けた。このためステッセルもフォーク少将も息がすこぶる上がらず、フォークのごときはむしろ コンドラチェンコの強気をからかう発言ばかりした。首相のステッセルはそのフォークを抑えようとはせず、むしろ加担するような様子さえ見せた。ステッセルの降伏への傾斜はすでにこの時から始まっていたというべきであろう。コンドラチェンコの徹底防戦という意見を積極的に支持したのは、平素無口な東正面指揮官ゴルバトフスキー少将であった。 我々は海軍を失ったがなお旅順要塞の価値は高い砲弾と食料の続く限り戦って北方満州軍のために牽制活動をすべきですところがフォークはその北方満州軍がどうなっているのか一向に消息がわからんじゃないかと無意味なことを言った北方満州軍との連絡が途絶してしまっているということは 老状者の心理として辛いことではあったが、しかしそのことは秋以来の状態であり、今更この段階で発言すべきことではない。この12月7日の作戦会議で決まった新方針は、ことごとくコンドラチェンコの発案によるものであり、その点では極めて前向きのものであった。が、いざ実施する段階に入ると、ステッセルの処置は目立って緩慢になった。 それが前線のコンドラチェンコにすれば、ステッセルのある意図から出たサボタージュであるとしか思えない。この後、激闘と混乱の中で、コンドラチェンコはついにゴルバトフスキー少将に対し、期間も了承されよう。私は非常措置を取るかもしれないと言ったことがある。ステッセルとフォークを逮捕して、ペテルブルグに送ってしまうというのである。コンドラチェンコは、 平素は対人関係において極めて恩和で、無用の摩擦を避けることを心がけてきた。そのことをゴルバトフスキーはよく知っていただけに、この激語を聞いて驚いたが、しかし同意することはできなかった。下級指揮官が上級指揮官を逮捕するなどは、ロシア陸軍の秩序のために極めて好ましくない洗礼を残すことになるし、その上、 そういう過激手段は籠城戦にあっては好ましくない。その手段そのものがペテルブルグで流行している革命騒ぎと同じことになるのである。期間は後で宮廷の要人たちから弾劾を受ける羽目になるだろう。とゴルバトフスキーは止めたが、しかしコンドラチェンコの様子では、いつ何時やるかもしれなかった。少なくともステッセルが降伏を決定したとき、 コンドラチェンコは手兵を率いてステッセルを逮捕するだろうということだけは確かであった。このコンドラチェンコの重大発言がどこをどのようにしてわ伝わったのかステッセルの耳に入ったらしい。無論らしいとしか言えずそれ以上は調べようがない。このコンドラチェンコが12月15日に戦死するのである。彼の死は日本軍にとっても重要であった。 彼のこの戦死の日から両巡の防戦力が目立って落ちていくのである。この実感は日本側の多くの記録に書かれ敵将としてのコンドラチェンコへの惨憺と評価は決して小さくない。彼の戦死は4日目に日本側に分かった。すなわち12月18日午後2時15分、日本軍の公兵は東警官山北 類のを大爆破した。同時に歩兵突撃に移り9時間の激闘の末これを占領したこの時投降した捕虜の一人がその事実を語りあの人が死ねばこれ以上の交戦は難しくなるだろうとその捕虜は悲しげに首を振ったコンドラチェンコがよほど子祖の心を得ていたということができるであろうさらに22日 イスザ砲台から投降してきたロシア兵もこのことを語った乃木軍司令部はこれを確実と見23日夜東京の大本営へ電信を持って報告した25日これが新聞に掲載された各師ともこの将軍について何の知識も持たなかったため別に論評は加えておらず「旅順後位軍前進敵師団長戦死」 といった程度の記事になっている。ステッセルかフォークかが彼を死へ誘ったのではないかという憶測さえロシア軍の一部で囁かれた。事実、コンドラチェンコは幸福への妨害者であり、彼が生きていれば幸福はスムーズには行かなかったに違いない。が結局は推測に過ぎない。彼の戦死の前日12月14日、ステッセルは 彼に前線視察を命じている。というのは、日本軍の行動が東警官団北堀井の陣地前30メートルにまで屈伸されて、日本軍による強小爆破は目前に迫ったという状況下で、フォークは、同堀井をこれ以上死守するのは無駄である。その守備兵を現時、他の陣地に転用する方が利がある。ということを主張し、 コンドラチェンコがこれに反対したため、ステッセルはコンドラチェンコに戦術転換の可否についての偵察を命じた。ということは、日本軍に爆破されることは、もはやロシア軍がいかに防御行動を掘ってもこの段階では防ぎがたい。爆破は規定のこととして認め、爆破された後、第二抵抗戦が使えるかどうかということを調べるにある。使えるならば、 フォークの言うごとく、同ホルイを放棄することは無意味である。そういうことであった。コンドラチェンコは、放火を犯して東警官山北ホルイまで行き、丹念に調べ、その結果、第二抵抗線は安全である。これによって抵抗を続けるべきであると報告した。この14日の視察では、コンドラチェンコは無事であった。翌15日、戦闘式場にいたコンドラチェンコは、 問題の東警官山北ホルイから電話連絡を受けた。日本軍が妙なものを投入しました。有毒ガスが発生し苦しくてなりません。という驚くべき急法であった。毒ガスというのは第一次大戦でドイツ軍が初めて使用するに至るもので、この当時そういう存在も概念もない。が、コンドラチェンコは、 わずかな戦場現象も見落とすまいと心がけていた。この程度のことなら、普通将軍自らが前線へ行かず、誰か幕僚をやるか、あるいは幕僚も行かずに若い将校でも走らせることであろう。が、コンドラチェンコほど戦場の面倒見のいい男はいない。すぐ行くと言い、出発の支度をした。彼は日本軍の新兵器を見分する必要上、 ラチェッキー中佐を帯同した。爆僚のナウメンコ中佐も随行したすでに日が暮れている東警官山北堀に着いた時は午後8時を過ぎていた一体どうしたのだと出迎えた堀町のフロロフ中尉に聞いた注意が説明した現場はこの堀の外つまり日本軍に近いところに日本軍の行動屈伸を妨げる目的での航路が作られている その航路に入っているロシア兵がそのガスに悲鳴を上げているという日本軍が有毒ガス発生剤を投入したのだというのである。その有毒ガスの実態は何かということについては今日でもよくわからない。戦闘の実態は日本軍が坑道を掘り進んでくる、ロシア兵がそれを妨害するための行動を掘る、時に坑道内で凄惨な格闘が行われたりしたが、この間、 日本兵の一兵卒が。我々の故郷では、漁師がタヌキをいぶし出すのにこういう方法を使っていると言って、松屋に硫黄などを油切れにくるんでガス発生剤を作り、ロシア軍の行動に投げ込んだりすることがあったようである。ロシア兵を驚かせ、コンドラチェンコに駆けつけさせたのは、どうやらその類のものかもしれない。ともかく、コンドラチェンコは現場を見ようとした。 このたた。めまず、堀井ののの皇室に入ったこの時日本の283地榴弾砲陣地で大きな発射音が轟き巨弾が空を飛んでこの皇室の天井を突き抜け内部で大爆発したのである。堀類町フロロフ中尉は吹っ飛ばされたが重傷を負っただけで済んだ荘園が消え星空が見えたことをどう注意は覚えている。 評価がないために辺りの光景はすぐには分からなかったがすでにコンドラチェンコの肉体は試算し随行した将校はことごとく死に皇室内にいた歌手間もほとんどが即死したこの夜ステッセルはこの法を聞きフォーク少々をして死者の職務の後を継がせている旅順要塞の一類一類が落ちてゆく 高地陥落後の日本軍の主役を成すのは公兵と砲兵であった。公兵は行動を屈伸して捕鯨を爆破し、砲兵は捕類に対し、間断なく砲弾を送り続けた。この後遺戦を通じて最も猛威を振るった捕鯨の一つである二流山捕鯨が日本軍工兵によって爆破され、同捕兵の手榴弾、機関銃などを 威力火器とする迫撃戦によってとどめを刺されたのは12月28日であったこの二流山ホルインの陥落後ロシア軍の士気は目立って落ちたこの翌朝ステッセルは機関の幹部をことごとく集めて今後の防御戦についての作戦会議を開いた作戦会議とはいえ首相であるステッセルの心情はもはや この防御線の前途について希望を失いつつあったと言うべきであろうテーブルの周りに腰を下ろした小生は以下の人々である要塞司令官スミルノフ中将陸正面防御司令官フォーク少将軍砲兵部長ニキーチン少将要塞砲兵部長ベールイ少将東正面指揮官ゴルバトフスキー少将 東部シベリア狙撃兵第7師団長ナディン少将、艦隊司令官ウィーレン海軍少将、海岸防御司令官ロシチンスキー海軍少将、北正面指揮官セミオノフ大佐、西正面指揮官イルマン大佐、ほかに各団隊長、各参謀長、さらにステッセルの参謀長であるレイス大佐。 今後の作業案、作戦案は3通り考えられる。各人の意見はこの3通りに分かれた。第1戦を死守すべしという案。第1戦は日本軍の猛攻によってボロボロになっているが、しかしなお残存保留には余力があり、この余力を生かしあくまでも日本軍の侵攻を防ぎ止めて行こうとする案で、この案はステッセル機関の最も勇敢な幹部たちが主張した。 ニキーチン、ベー・ルイ、ナディン、ゴルバトフスキー、ウィーレン、ロシチンスキーといった将官たちである。攻めの不退さもこれを支持した。となると、人数から言えば圧倒的多数と言っていい。第2案は、第1戦から逐次退却することによって拡散する防御線を縮小し、兵力を中央威嚇内に集結せしめて、ここを防御の最大拠点とすべし。 という中間案案であるこののは西正面指揮官のイルマン大佐が唱えた第3案は、逐次撤退ということでなく、第1戦を一斉にして一挙に第3戦まで退却し、ここであらゆる戦力を集中し、抵抗に全力を注ぐべしというものであった。第3戦とは、中央威嚇を指し、オーカトンホルイから、 強第二砲台に至る無償の防御線である口論を圧迫あり会議は時に先立つほどであったが降伏案はついに出ず各案ともあくまでも防御線を続けていくという点では一致していたこれから見てもステッセル機関の各級指揮官の当首は平均してなお盛んだったと言っていいこの会議の日付が降伏の3日前であることを思うと奇妙な感がないでもない。 意見は出尽くした。これを分類すれば、小生たちの意見は既に述べたように3種類に分かれたのだが、これに対し、参謀長レイス大佐は結論を出さねばならない。レイス大佐は名前をビクトル・アレクサンドロウィッチといい、甘色の髪と端正な要望と優れた理解力を持った秀才だったが、ただ作戦を作り出すための独創能力と自分の独創性を、 推し進めめるたた。の強いい意志力に欠けていた参謀長というよりむしろ副官であった方が彼のためによりふさわしい職だったかもしれない。レース参謀長はこの会議より前ステッセルはもはや絶望的になっているのではないかと敏感に指していた。レースは首相のそういう気分に影響されやすかった。というよりレースの理解力は。 多分に受け身の重要性に富み、彼自身の考えを思考の基礎にするよりも、上司の考えや気分をよく理解して、それを実務化するというような傾向のある人物だった。従って、レースが今から述べようとしている作戦案は彼のものではない。あくまでも、これならばステッセルが喜ぶだろうと、レースの最終的な感覚で判断して立案したもので、 ロシア帝国のためでもなければ、日本軍を撃滅するためのものでもない。降伏とは無論言わない。ある意味では、降伏ということを打ち出すには、よほどの勇気を要する。そういう勇気が、ステッセルにないことは、レイスも知っている。ステッセルが金ね,ね言っている案は、ステッセルが願っている案は、よく戦ったという印象を本国政府に思わせつつ、 しかもやがては幸福に持ち込む。でありながら幸福もやむなしという上辺だけの戦闘経過を作り上げようというものであり、レースはステッセルの良き幕僚としてその意を迎える案を考え出していた。というような案を作るレースの意識はあくまでも体内的であり、目の前に日本軍はなくステッセルだけがあった。ステッセルもまた本国政府の方角にのみ顔を向けている。 平成末期のロシア陸軍の悪兵がこういう場合でさえ露出していた。レースは立ち上がった。彼がまず言ったのは自軍への賛美である。旅順要塞は太平洋艦隊、旅順艦隊の最も重要な根拠地であったが、ところがその艦隊は絶滅して今は存在せず、要塞のみ一人存在している現状である。戦略上の必要はもはやなくなったというべきであろう。 さらには、またこの要塞は日本軍15万、実際は10万を旅順に引き付けておくという点で重要な役割を果たしてきた。その防戦期間は今や7ヶ月である。その方面の任務もまた完全に果たしたと言うべきであろう。レース大佐は以上の内容を美しい習字で飾りつつ述べた。参謀長レース大佐はさらに言おうとしたとき、 要塞司令官スミルノフ中将は遮った。ビクトル・アレクサンドロウィッチとレースに向かって丁寧に言った。君は一体何を言おうとしているのかねまさか降伏しようと言いかけているのではあるまいな。スミルノフ中将はステッセルとその側近の雰囲気の中で降伏説が出ているらしいという風紋を耳にしていたのである。レースは狼狽した。 彼にとって計算外であった。彼が今から展開しようとする習字学は、幸福という言葉を使わずして、しかもそれをほのめかしつつ、さらには習字上激烈な表現を使って一座の空気を思うつぼへ持っていこうとしたのである。ところが、話の腰を折られ、しかもスミルノフ中将の口から幸福というどぎつい言葉が出てしまったため、ついレイスは、 本音を言わざるを得なくなった。もはや戦闘に耐えうる兵は一万余に過ぎません。それらの兵も野菜不足による解決病のため、気力及び運動能力が十分ではありません。と言ったが、これは事実であった。食料はまだ十分保有されていたが、老状病ともいうべきビタミン C の欠乏のため、貧血や頸骨の痛みを訴える兵が多く、 重症者は入院しているる。のであるしかしながら一面砲弾8万5000小銃弾250万発という豊富な弾薬を持っている以上この段階で降伏するということはどうであろうがレースはこうなれば自分の言うことを論理化することに懸命になったすでに二流山捕類は陥落しましたこの陥落は同正面の財産松竹 全域の破綻を招くことになりましょう。さらには、とレースは言う。第2戦において防御ということは、口頭ではそうは言えますが、実際の地形は独立せる丘であり、歩兵の抵抗を助ける地形ではありません。さらには、日本軍の一部が旅順市内に突入すれば、いかが相なります。凄惨な紫外戦が起こり、多数の傷病兵もことごとく敵陣に委ねることになりはしますまいか。 とレースは言うがこのことはステッセルが常に憂慮していたところであった彼は海戦の時妻を本国へ帰さずにいたまた他の将軍たちも家族を旅人に残しているものが多いステッセルの配慮はそういう非軍事的な要素も多く含んでいたレースはそれを代弁しているのであるそれよりもとレースは言った 第2戦がまだ落ちぬというこの状態の中で、海上談判を始めればどうでありましょう。当方がなお戦力を残している以上、談判において有利な条件を勝ち得るに違いありません。バカなと要塞司令官スミルノフ中将は言った。なるほど、守備兵は半数に減じ、美貌もまた半減している。食料もあるいはあと1か月を残すのみになっているかもしれないが。 こういうことは、牢城戦のごく普通の状態であって、別段深刻な状態ではない。この時期に海上論を持ち出すなどは愚劣極まる。ここで、ついでながら、旅順要塞司令官というのは、かつてのステッセルの職である。ステッセルは開戦後、関東州防衛総督という広い地域の指揮権を与えられたため、旅順要塞司令官にはスミルノフ中将が就任した。 このスミルノフが「旅順の会場には反対である」という以上ステッセルはその上その上級職であるとはいえ無視できないさらにこのスミルノフ発言に対しゴルバトフスキー少将や海軍のウィーレン少将など多くの者が同調したため参謀長のレース大佐は孤立したスミルノフは言うまだまだ戦える野戦陣地を捨てて 防衛正面を縮めてしまえば少数の兵をもって十分に防御できる具体的に言えば第一線の旧遺壁の防御に全力を注ぐのだそれでもって敵に犠牲をしいつつ逐次後方防御線に退却してゆけばよいそれが要塞防御線の常動であろうテーブルを叩いてスミルノフに賛成するものもあったレースはいよいよ孤立した ステッセルは本来ならこの腹心の参謀長を救うべきであろう。彼自身の本音である幸福をここで打ち出すべきであった。が、ステッセルは空気が悪いと見た。一座のほとんどが戦闘続行を強く主張しているときに、首相たるステッセルが幸福を持ち出せば、今後の進級に影響するばかりか、軍法会議の法廷に引きずり出されんとも限らない。これはまずい。と、 ステッセルには思えた。レースの発言は軍事用語で言う探索射撃であった。向こうの藪に敵がいるかどうかを知ろうとするとき、弾を打ち込んでみればわかる。敵がいれば応射してくるし、いなければ藪は沈黙している。要するにステッセルは結果的にはレースを使って探索射撃をしたようなものである。藪は応射してきた。つまり、 ステッセルは自分の部下が自分が考えていたよりもはるかに闘志に満ちた連中であることを知った。ステッセルにすれば、もしここで自分が幸福を持ち出せば、軍事官僚としての彼は没落せざるを得ないであろう。ステッセルはレースを捨てた。私は戦うと結論を下したのである。私はスミルノフ中将に賛成する、すなわち 極力第一線を防御しやむを得ない状況に立ち至れば第二線に交代しここにおいて最後の抵抗をしたい神の加護のあらんことを方針はそれに一決したこの時ゴルバトフスキー少将が立ち上がりこの会議中にも戦況は進んでいます日本軍は昨夜二流山捕類を手に入れましたが報告によりますと 日本軍はあの堀井を改造して旅順市街に方向を向けるべく工事中ということでありますこの工事を砲兵を挙げて妨害すべきだと思いますそれは米類君の仕事だすぐそのように前線へ命じたまえとステッセルは要塞砲兵部長の米類少将に命じた戦闘は続けられたステッセルの意志が持続するようにというのは 前線を指揮しているゴルバトフスキー少将の祈るような気持ちであった。ゴルバトフスキー少将はこの時期以下のようにその副官に語っている。我々は過去200日にわたって日本軍に勝ち続けた。ただ、203高地を奪われて以来、先制は逆転した。戦闘は日に日に参列になっている。軍人がその進化を問われるのは、 勝ちに乗じている時ではなく、むしろこのような時である。と言った。この場合、軍人というのはステッセルを指すのであろう。ゴルバトフスキーの言う意味は、一軍の司令官たる者は、勝っている時は後方で酒でも飲んでいればよく、負け込んできた時に、杯を捨てて自ら剣を抜いて前線へ停戦し、始卒を励まして、彼らをして最後まで軍人としての義務を尽くさしめに、 つくさしめるにある。そのために存在しているということであろう。が、ゴルバトフスキーの見るところ、ステッセルは必ずしもそうではない。戦闘の調子のいい時期には、まれに砲台を巡視したこともあったが、203高地の陥落後は、前線へ出向こうともせず、旅順市街に居続けた。ステッセルは後方に居続けたために、前線の三峡よりも、病院の三峡を知りすぎた。 旅順の病院設備は決して少なくなくい陸軍病院が11もある、その補助設備としての陸軍患者就療所が5、海軍病院が1、海軍患者就療所が9、さらにこのほか、ロシア赤十字社病院が2つ、それに病院船火山号が1隻で、合わせて29箇所という、その件数から見れば一見、 不足はなさそうであった。が、患者数はそれを上回ってしまっていた。傷病者1万7000人であり、どの医療設備もその収容力の2、3倍の患者を要し、ベッドは不足し、このため廊下にアンペラを敷いて患者を寝かせ、それが玄関にまで溢れているという始末であった。その上、医薬品や衛生材料が不足し、さらに前日したように、 生鮮野菜が不足しているため、それに原因する病気のほか、外傷者の傷の回復も容易でなく、さらには発狂者も多く、縫製が聞こえるたびに泣き叫ぶ患者もいて、その惨状は尋常でない。ステッセル夫人のウェラ・アレクセイ・エブナは、特殊看護婦の代表として、それらの病院を見て回ることが多かったが、この惨状は、 患者よりもむしろ彼女の神経を病的にさせた。これ以上戦いを続ける必要があるでしょうかここまでやれば神も皇帝も読みしたもうのではありませんかと日夜ステッセルに言い続けた。その上、日本軍の砲弾は昼夜構わずに旅順の新市街と旧市街に落ちるのである。まず、遠雷のような音が轟き、やがて落下して、 窓も床も天井も震わせるような振動を起こすのだが、このことがウェラの神経を一層に病ませた。傷病兵の悲惨さにせよ、法製の恐怖にせよ、戦争にはつきものの現象であり、ステッセル自身はそれに耐えうる神経は持っていたが、しかしそれよりも彼にとってウェラの悲鳴の方が答えた。ともあれ、二流山ホルイの陥落という 重大事態の翌29日にステッセルは作戦会議を開き、極力第一線を守り、やむを得ざる状況に立ちいたらば、第二線に退却し、ここにおいて最後の抵抗をなすという今後の方針を決めたが、ところが翌、翌30日、旅順要塞の東方の重鎮をなすショジュジャン、小樹山捕塁に対する日本軍の攻撃は猛烈を極めた。 少女山堀というのは、旅順の大堀類軍のうちで最大というものではなかったが、堀類の背面高地には、少女山第1砲台から同第4砲台まで従え、さらに他の砲台からの側某もあって、その威力は凄まじいものであった。担当は第一師団、東京である。この時期、かつては絶望的な状態にあった日本軍は、もはや 勝ちに上ずる勢いが全軍にみなぎり、各師団が強振の状態で流行っていた。例えば、すでに第十一師団、善通寺が東景観山北堀塁を落とし、第九師団、金沢は二流山を落とした。しかし、第一師団の少樹山堀塁の攻略は遅れている。もし落ちねば、自ら突撃式を取ると、師団長、松村 道元が幕僚を率いて少女山の麓まで進出していた勢いというものは人間に勇気以外の兼用心をも高揚させるのであろう203高地陥落以前においては師団長がこれほどの前線まで出てくるためしはなかった攻撃法は他の歩類の場合と同様歩兵の突撃路を開くためにまず航兵が進出して歩類にとってサザエの殻 とも言うべき、を大爆破することから始める。大爆破の設計は公平第一大隊,大隊の長である地下の急増中佐が担当し公平を援護しつつ大爆破とともに堀留へ飛び込む歩兵部隊は中村正雄少将,将が率いたこの戦闘に参加したのは第一師団の全てではなく歩・行、公ともで3200である。 これに対し、少女山ル鯨を守るロシア兵は208で、スプレドフという隊が指揮していた。これを海軍に比較すれば、この捕鯨は戦艦であり、日本軍の突撃部隊は戦艦に群がる漁船軍のようなものであった。ただ、203高地陥落以前の日本軍と違っているのは、砲兵力に余裕ができ、 それを少数山とその付近の側防機関を叩くことに集中できるようになっていることだった。31日午前8時から日本軍の凄まじい砲撃が始まった。午前9時各隊は所定の位置に進出して戦闘準備を整え午前10時まず公兵の爆破班が飛び出して敵の強章に仕掛けた爆薬を一斉に点火した。 その爆発のものすごさは、文字通り天地が解明したほどであり、やがて凄まじい土砂が雨のように降り落ちてきた。黒煙が去ってから、日本兵が顔を上げると、前面の山の形が全く変化していた。その後、歩兵が突入し、相互に機関銃火を交換し、手投げ爆弾を投げ合い、さらに白人格闘に移った。この猛攻に耐えかねて、 フォーク少将は守備兵の退却を命じたが、ゴルバトフスキー少将は逆に戦闘の継続を命じ、手元の予備隊を派遣したりして、ロシア側の命令式が大混乱を呈した。要するに、12月31日、少女山ルイは落ちた。防大と呼ばれている185メートルの高地は、ロシア側の言う第二防御線の一つで、地形上 旅順要塞の要をなしその名の通りそれへ登れば旅順は新旧両市街から構内まで一望で見下ろすことができる日本側としてもロシア側がこの防大を守るためにはおそらく視力を尽くして奮戦するであろうと見ていた日本側は前通時の第11師団が担当した元日を期して防大を攻撃すべしという軍命令が 第11師団に対して出ており、同師団は12月31日からその準備を進めた。が、膨大の周りの多数の砲台は、なお、いささかの衰えも見せずに活動しており、それらを攻撃中の日本軍の各部隊の損害は大きく、30日から31日にかけての戦況は一進一退した。例えば、万竜山東堀イ南方にある 旧遺壁は日本軍によって爆破され占領されたがその周りのロシア軍陣地は依然強靭であり日本軍の占領部隊に対し重砲火を集中して衰える様子もないこれらの防戦の指揮を取り続けているのはゴルバトフスキー少将であったところが同少将よりも上級職であるフォーク少将はこの抵抗は無用であると思い ステッセルに対し味方の苦戦を過大に報告し、これ以上この方面を死守するのは無駄であります。もはや陣地を捨てて兵を第二防御線まで引き下げるべき時であります。と電話で退却の許可を請うた。ステッセルは即座に同意と返答した。がこの場合重大なことはステッセルもフォークも命令系統を無視していたことであった。本来 フォークは要塞司令官のスミルノフ中将の意思を問うべきであったところがスミルノフは頑強な抵抗論者であるためフォークはそれを忌避し一段階飛び越えて総帥のステッセルの判断をこうたのである退却と決まるやフォークは要塞司令官スミルノフに電話で通報した「君は冗談を言っているのか」とスミルノフは殺気だった 撤退するかどうかは私が判断すべきことだ。君は誰の命令を受けたのだ。というと、フォークはさすがにステッセルの名前は持ち出しにくく、実はゴルバトフスキー少将の請求によるものだと嘘をついた。ゴルバトフスキーは東正面のダウンの中にあって一歩も退くことなく果敢な防戦を続けている最中であり、そういう請求はしていない。スミルノフはその真意を 確かめるため、ゴルバトフスキーを電話口に呼び出した。ゴルバトフスキーは、それは陰謀です。我々は陰謀に苦味することなく、皇帝の軍人たるべき義務を尽くすのみです。と、戦闘を継続した。ステッセルとフォークの威信は、この時期には明らかに薄れてしまっている。